はい、それではですね、今ちょっとこの行政書士本試験までの直前期のところで、横溝先生のですね、〇〇点アップ道場シリーズという人気の講座があるんですが、これについて割とちょっと細かい問い合わせが多かったんで、今年昨年度今直近で合格した3名の合格者の方に今日お越しいただいて、でたまたまこの3名が皆さん同じこの道場シリーズを受講したことがあるという方たちだったので、なのでまあちょっと簡単にですね、中身の方、質問が多い中身の方を、皆様にちょっと確認していけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、まあ一番多いんですけども、まあ、実際これを受講するべきかどうかって悩む人も結構いて、自分に必要なのか もしくは不要なんじゃないかとか、そういうふうに考える方が多かったんで、ちょっと端からですね、申し込みをした時なんでこれ取ったのっていうところを思い出せる範囲でいいので、お話しいただければなと思います。はい、私は道場を取らせていただいたんですけれど、直前、特にだんだん直前期になってきたときに、いろいろ集約していて、なおかつコンパクトなものっていうのが欲しかったっていうのが気持ち的にはありました。で、確か行政法とか左右見開きで、こっちの方がブランクになってて、こう入ってくるとか、そんな感じで、あってですね、とにかく5分冊か4分冊かなってたと思うんですけど、3分冊かな自分のスケジュールの中に行政同じ日にいくつか科目やると思うんですけど、そういうのを全部こう、これの道場の何々、道場の何々っていうので、うん、最後までこれをなんていうかな、パートナーとしてやれたというところ、やりたいと思って選びました。はいはい、実際使ってみてどうでした？講義の方聞いてみて、使ってみて、まあ、私はいいと思ってもう使って、まあ、それを使い続けて、そこに集約していったんですよね。結局なんか、まあ、ちょこちょこっとやっぱり覚えてないこととかいろんなことあると思うんですけど、その中にこう印つけたりとか貼ったりとか、いろんなことをやって、でいつ、まあいつも持ち歩いてましたね。はい、はい、了解です。ありがとうございます。はい、じゃあまずこれを取ろうと思ったきっかけでも理由、はい、その辺からお願いします。私はこの道場シリーズを知らないかったんですね。で、ある日授業を受けていたらスタッフの方々が来てチラシをもらってなんだこれはとはいはい、はい、でも横溝先生のまとめたレジュメだよって言われたので、うん、じゃあ取りました。うんうん、はい、で実際どうでした？なんかすごくやっぱりコンパクトにまとまっているので、もう最後3ヶ月そこにもうバイブルみたいにどんどん書き込んで、ひたすらそれを読んで、うんうんうん、でもずっと反復してやってました。でなんかすごく良かったのが、授業に出て先生がこれをもとにいろいろ質問をしてくださるので、はい、すごく回答力が磨かれて、うん、そこでだいぶ飛躍的に点数とか上がったと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまず取った理由とか、はい、その辺から。そうですね、私は前の年取らなかったんですよ。はいはい、ですごく後悔したんですね。他の方から聞くとすごい道場良かったという噂を聞きまして、はい、で取ったんですね。それで取ってみたんですけど、あと何が何でもちょっと今年は絶対合格したいっていうのがあったので、はいはい、取りまして、そしたら、まあ、先生がよくまとめのノートとか作るじゃないですか。みんな作ったりとかするじゃないですか。はい、それがもうまとまってるんですよ。はいはい、先生が、うん、その道場のレジュメがまとまってるので、うんうん、はい、直前期はもう本当にそれをばっかり使ってました。で目的条文だったり、行政法ですと目的条文だったりとか、あと定義の条文だったりとかの穴埋めになってるんですね。うん、はい、それをもう本当にひたすらやってました。うんうん、それがすごく効きました。なるほど。じゃあもうかなり直前期の時にはツールとして の、ね、ものがかなり優れていたっていう、もう本当にまとまってるんですよ全部。なので自分で何かを作る必要もないですし、うん、結構早い段階もうやってるんですか。もう道場は始まってるんですね。そうですね、そろそろもう今月からスタートしていきますね。そうなんですね。はい、でそれがこうちょっとずつやって、また直前期になって、うん、ぐっとすごく役に立つので、うん、おすすめです。
はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、ちょっと私はずっと進めてるんです。この道場がいかに優れているかと。でも、身内のレックの私だけが言ってるんだと、あまりにも説得性がないということで、今回、ゲストの3人の方からも、裏付けのお声をいただくことができました。この、〇〇点アップ道場シリーズは、素直に本当に優れた講座になっておりますので、もしちょっと興味湧いた方とかいらっしゃったら、関連の、ホームページとかのリンクも貼っておきますので、確認の方を取っていただければと思います。じゃあ、3人の方、今日はありがとうございました。